カルネットラジオの大津を乗り越えて今この番組にたどり着いた方、ようこそ海流神社放送局へ。町役の高橋美香子です。綾音役の千葉紗友子です。はい、まあ寒いですねまあ寒い、もう毎日本当に寒いんですが、はい、なんと暦の上では、はい、節分と、そして立春と、うん、春が近いらしいよ。そうですよ、もう春ですよ。でも寒い。春の最初は寒いんですなんで言い切った寒いんだもん。寒いよね、本当だね。本当ここ何日かでまたよりぐっと寒くそうですね、うん、なってきておりますが、うん、まあまあ節分ということなんですけどね。そうそうそう、うん、ね、まあいつものごとくですね、スタッフさんがすごい用意してくださっておりますよ。そうなんですよ、はい、豆と、うん、あと恵方巻き。恵方巻きもならぬ海苔巻きが、海苔巻きがあるんですよはい、今年は南南東を向いて食べるといいと言われております。南南東、このスタジオからだと、うん、私はちょうど美香子の方、私は真後ろですね。そう、あのマイクに背中を向けて食べなきゃいけないという感じなんですけど、うん、じゃあ、うん、え、毎年やる豆巻き？やるやる。あ、そう、うん、年の数食べる？食べる。へー、食べた後にもうちょっと食べたいなって食べて、うん、食べ過ぎて胃が痛くなるみたいな。何それダメなんじゃないの？ダメだね、だってさ、つい食べちゃうんだよね。うん、なんか香ばしくて美味しいんだよね。でスタジオが汚れちゃうので、うんうんうん、このまま投げようか。そうだね、袋に今あの小分けにされてる状態なんですけど。そうなんですよ、これいいですね、はい、じゃあ皆さんもぜひ。年の数なんて数えられないね。そうだね、1個でいいのかな。お庭外わわくわくわうちわ。私初めてじゃないけど、うん、大人になってやったかなぐらい。本当、うんうん、やってください、ちゃんとやったほうがいいね。やるやるぞ、うん、やることにするね。そして、はい、のり巻きを、うん、無言で食べなきゃいけないじゃなかったんでしたっけ？無言で食べきらなきゃいけないの？ラジオならなくない？ならない、ね、じゃあ一口いただく、うん、半分こね。じゃあはい、半分で。じゃあ全然ラジオ的には分かりませんが、はい、いただきます。今年も良い年になれますように。幸せでありますように。うん、おいしい。ほびれた、早っ。でも食べれないダメじゃん。おいしい、うん、一口だった、うん、じゃあもう先いっちゃおうか。うん、ちょっと締めてもらっていいですか、うん、じゃあこれからの時間一緒にくつろいじゃって、ありがとう改めまして高橋美香子です。改めまして千葉紗友子です。まずはこちらのコーナー、冬眠だより。今日も冬眠の皆さんからたくさんのメールが届いております。はい、では早速大和さんからいただきました。はい、ありがとう。美香子さん、紗友子さん、ごきげんようです。ごきげんよう。ごきげんよう。先日買い物に行ったらこの番組のラジオ CD を見つけました。おー、やっぱり目を引くジャケットだなぁと思って見ていたら、うん、他のお客さんが買っていきました。ほう、なんだかニヤッとしてしまいましたお二人は自分の CD や出ている作品を買われる瞬間を見たことはありますか？さすがにないね。ないかも。見たいね。見たいね。うん、でも美香子ちょうど今はさ、ほら、うん、アルバムも発売時期だから。ああ、そっか。こう、お店でさ。影から家政婦は見た的にこう市原悦子ばりにそばりに覗いていたら、うん、買いました、今買いました、高橋さんのジャケット見ていますとか言ってできんじゃないの？見たけど、手に取ったけど、戻しました買わないのかよみたいな言って出てって、うん、買わないのかよどんな企画でテレビ番組的なノリだけど、ね、ドキドキするな、ね、でもな、そうだよね、あーってなっちゃいそうだもん、ね、どうする人いつもこう、例えばさ、うん、アルバム見かけて、うん、こう一番前に置いとくとか、うんうんうん、ベストヒットのとこに置いとくとかそういうことしない？ええー、と
だか、しなかったかもしれない。うちのお母さんがね、前にシングル CD とか出してた時には、なんか割と大量に買ってくれたりとか、っていうことはよくあったけど、お店に並べるとかなかったかもしれないな。あ、そうか。あれだね、やった方がいいね、でもね。そうだよ。結構ね、まあ、次行った時には戻されてるけどね、大体。15分ぐらい後に行くと戻されてるね。チェックされてるんだ。チェックされてる。行った方がいい。アニメイトとか行った方がいいかな。そうだよ。行って、こう、一番前に。うん。でも、大体さ、すいません、高橋さんですよねって言われるけどね。そんな、ね。なんかこう恥ずかしい。それかむしろ私がビデオでその様を。あ、それぐらい、なんかこうちょっとイベント的に、そうそうそうすれば私も堂々とできるけど、そうだね。一人で行ってこっそり一人でやるのは結構勇気いるかもね。そうだね。個人的にお店回りするとかね。よろしくお願いしますみたいな。すごいね。そこまでセルフ。いや、セルフプロデュースアルバムだからこそ。セルフでやってるんですって。本当に一人で。自費出版恥ずかしいかも。でもそれぐらいのガッツでいかなきゃダメだよね、きっとね。もうちょっと前にね、この話が出てたらさ、この番組でね、企画できたのにね。ちょっともう発売しちゃうとね。ちょっとこれから考えるとなると、ちょっとスケジュール的にね。スケジュール大人。大人的な。告知って結構ほら、発売後、1ヶ月半後とかなっちゃうじゃない、今からやるとね。そっかそっか。じゃあその力を残しといて、GJCD2 巻にね。なんか埋め込みましょうか。埋め込みますか。なんか面白い企画をさ。ねえ、そうだね。でもやりたいよね。何かしらね。そうですね。前回は割とスタジオで、下野ひろ子ゲストにおしゃべりするっていう形だったからね。ほら、だってジャケットがさ、全キャラほら、こう一応こう出てたから。ああ、そっか、そうだね。もしかしたらあるかもよ。え？女祭りが？うん。本当？わかんないけど。雲行き怪しい。怪しいね。怪しいですね。全員が首をかしげてます。そして目線をそらしました。そりゃどうかなみたいな、なんか。そっか。どうなるか楽しみにしてください。そうだね。待っててくださいね。はい。じゃあもう一枚いきますか。はい。はい。じゃあこちら。ジャベリンさんからいただきました。ありがとうございます。高橋さん、千葉さん、こんにちは。こんにちは。アイラントの住民たちには、萌えがありますよね。自分はアイラン島では、ミコシモイの町とアヤネに燃えました。ミコ燃えです。どちらかというと町の方が好きです。皆さんは、リアクション。ギアを吹いてやる。あ、吹いた首絞められちゃってるのかと思った。苦しいのかなと。違う違う。皆さんは何燃えでしょうか？また燃えをどのようなものと考えているんでしょうか？だって。なるほどね。萌え流行ってますもんね、なんかね。一人歩きしてますよね。そうだね。萌えね。どのように。なんかこう、キュンとくるみたいなことでしょ？私もそう考えてるな。なんか、うーって、見ると、あーってなる。ことだよね。そういうので行くと、なんかこう、動物とかさ、ちっちゃい動物とかね。とかね。ちっちゃいものになんか、そうだよね。キュンとするよ。そうだよね。仕草とかね。そういうのに、ああ、可愛いってなる気持ちのことでしょ、きっと。と思うな。何萌えですか、だって。巫女萌えとかさ、そういう、限定した何かってないよね。服装とか。あ、私あるよ。あるの？スーツ萌え。そうだったの、知らなかった。しかもスーツも、割とタキシード的な？タキシードマン的な？なんで言い直したの私なんで言い直したこれ、タキシードマンって誰？待って、タキシード仮面って言いたかったのセーラームーンか間違ってる私タキシードマンって誰だよタキシード仮面って言いたかったのああ、そっかそっかそっか。でも、タキシード仮面がすごいツボかっていうと、そうじゃないんだけど、なんかこう、結婚式とかさ、きちんと清掃清掃してる時ね。なかなか普段こう、見れない姿じゃない？そうそう。だから男性の清掃の姿とかは割と、おって、なる。ギャップ萌え？ギャップ萌えはかなりあるね。それはさ、結構女の子多いよね。ギャップ萌え。ね。そうだね。なんかある？私もギャップ見た時はそうかもね。
なんか普段だらっとしてる人が、ここぞっていう時にこうキリッと仕事をしてるとかさ、逆はありえないけどね。あんまり、なんかこう、普段すごいいいなって、かっこいいなって思ってる人が、実はものすごいダメだったっていう時はもうげんなりだよね。そうだね。なるべく見たくないよね。ないよね。そうだね。なるかな。私もないな、ほら、メガネ萌えとかさ、フェチとかよく言うじゃん。でもメガネは、やっぱ似合ってる人のメガネとか、あ、普段かけてないのに、かけたらすごい似合うねっていう時に、割とちょっとキュンとする。ああ、そっか。でも、メガネを常にほら、かけてる人も多いしさ、そうするとほら、ギャップがわかんないじゃん。わかんないね。撮ったところ。あ、じゃあ撮ったところの、なんか美少年さんみたいな。そうだね。もあるし、逆もあるしね。かけるとちょっとこう、賢そうに見えるみたいな。あるある。もうこう、巫女萌えとかっていうのは、巫女さんの格好が好きとかってことでしょ？そうなのかな。でも、まちとあやねの、その、みこ姉妹としての、その、いでたちとかが、いいとかかもよ。そうか。でも、まちの方が好きなんで。あやねの、あやねの小さなぼやきが聞こえたよ。まちの方が好きなんでしょ。あーなんか久しぶりにアイラントをやりたくなってきた。監督、次回作は何ですか？ってことは何監督？監督、あれもしかして監督？いらっしゃっちゃって、いた、いらっしゃっちゃった？いらっしゃっちゃったですよ。いらっしゃっちゃった。お招きしてアイラント？お前、やれますか？突然ですが。なんとですね、今日は、飛び入りというか、はい、見学で。なぜ見学？第1回目以来ね。見学ってのもよくわかんないけど。全くそのつもりなかったんだけど。アイラントの監督の岡本さんです。です。はい。またなんか急に呼ばれて出てきましたけど。はい。どうもどうも。ねえ。どうですか、その後。そのこと言いますと。アイラントはないのかな、ああ、どうだろうね。生っぽい。リアルな声だ。なんかね、スタッフさん的な、なんかこう。やりたい気持ちとかは当然あるし、結局、ね、消化できなかったっていうか、やりたいと思ってたネタでも26本に収まらないからって切ったネタとかいっぱいあるから、それはね、ビデオだろうが何だろうが何でもいいんで、またやりたいなと思ってるし。もちろん、原作の先生とかも、またっていう話はしてたし、それを気持ちはとてもあるけども。まあ、それは、こう、ね、大人の事情のところがうまくいけばっていうところですかね。そういうことかなと。ね。みんなの、当初とかが大事だったりするから。そうそうそう、そうだよね。意外とそういうのね、動かすから、人。そうなんだよね。不思議とね。すごくさ、アナログな方法だけど、意外にそういう声って大きいよね。大きい大きいね。はがきとかでね、いっぱい、ね、ばーって当初があったら。そうそうそう。親みたいな。ね。みんな、はがきを書くんだ。そうだ。そしてメールを送るんだ。送るんだ。いや、アイラントは本当に、またぜひやりたい、やりたい作品の一つだね。やりたい。監督的に、じゃあ、もう次があった場合、この話をやりたいとか、そういうのってあったりするんですか？結局ね、どこを作るのかで変わってくるし、例えばまたテレビシリーズでやらせていただくっていうことになったら、じゃあ、後日談をするのっていうのと、あと、26本の中の間の話を作るのっていうので全然話変わってくると思う。ね、そこまでで成長とか変化してきた女の子をまた元に戻して、また一から始めていくっていうのもまあ一つの手だし、ね、状態から起きるまた新たなお話っていうのもありだと思うし。私は続きがいいな。なんかやっぱ続きがあるのかなっていう終わり方で1が終わってるから、もしやるのであれば、次がね、ドタバタの後は何があったんだろうっていうのが、個人的には見たいけどな。もともとだからそうだね、原作が終わらないんで、原作の方にまた見て楽しんでくださいっていう、ね、パスを出したような終わり方をしてたし、で、アニメーション的には、後また2話に戻るみたいな感じでもあったので、自分らがシナリオ作ってた上で、最終回の次は2話ですって言ってたん、ずっと言ってた。そうそうそう。また一からみんな女の子がわーっと来るような感じとか。で、いつも変わらない日常だったりとか。そんな感じを作っていきたいなと思っていたので。
そっか、うん、だから本当にまた同じような話っていうか、その中のね、どこかを切り抜いて作ったとしても続きとも言えるかもしれない。やりたいね。やりたい、やりたい。みんなよろしく。みんなみんな応援してください。お願いします。頼むよ。はーい。はーい。あ、監督、せっかくなんでこの後もお付き合いくださいよ。浮き足をなどなどありますが、はいね、ありますあ。じゃあ、はい、しばらくお邪魔させていただきます。ぜひぜひ。はーい。聞いちゃってアイランド。続いてのコーナーはこちら、今週の吹き矢賞。リスナーの皆さんからなんとなくイラッときたもの、ムカついたもの、むしゃくしゃした体験を短く書いて送ってもらい、町役の私高橋美香子がそれを聞いてムカついた度合いによって吹き矢を吹くコーナーです。はい、では先ほどに引き続き、はい、岡本監督にもお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そう、今ですねちょっと間にお話ししてたんですが、うん、監督、まあ、第1回の放送以来ということで、うん、1回目の時、うん、この吹き矢のコーナーは、うん、まあ手探り状態でかなりそうだね、はい、でいつも美香子が挙げている札すらなかった頃ですね、うん、そうなんだね。監督がこう札を挙げるのは実は今日初めて、うん、そっか、そうだね、うん、じゃあもう吹きまくってください、あげまくってください、札をね。そんなの普段からなんかイライラしてるわけではないと思う。はい、来ましたよ、イライラしないゲスト。イライラしないゲストがいると、はい、なんかちょっと対抗心みたいなのが出てきたりとかしちゃう自分がなぜかいるみたいな。これはどっちに転ぶかだな、ね、そうだね、うんうん、はい、じゃあ早速参りましょう。マスカさんからいただきました。仲良くしていた友達に自分の失敗を知らないところで暴露されていた。え？おい。はい、マックス。監督は、いやもうそれは当然これでしょ。おお、おそろいおそろい。よかったよかった。さすがにこれはこうでしょ。まあそうですよね、うん、これはなんだろう、裏切りだ、裏切り行為だよ。なんだ面白いと思って喋ったんだろうね、きっとね、友達にしてみたらね。そっか、あんまり大したことと思わなかったのかもしれない ね、うん、失敗の度合いにもよるし、うん、まあ、ね、本気で言われたくないこととかをもし信用して話しててね、言われたとしたら、ね、うん、ちょっともうそうだね、さようなら、あ、寂しいね、気をつけましょう ね、うん、はい、続いていきます。テンアップさんからいただきました。くしゃみが出そうで出ないとき。ゼロ。監督は？うん。いや、なぜか。またもお揃い。いや、いやだって別に。ちょっと息ぴったりなんじゃないんですか？あれ？ちょっと何これ？何この空気？うん、なんだよ。いや、別に、じゃあ。なんだよ。千葉さんは。私は、出そうで出ないとき、あんまイラッとは来ないかな。結局。やっぱそうでしょ？うん、イラッとは来ないね。うん、でも、なんか、気持ち悪い。うん。うん。よね。うん。すっきりしない。すっきりしない。すっきりしないときも、じゃなかったっけ？あ、違った？スッキリ。そう、確かに、びっくりした、今。21回目にして、なんかコーナーの趣旨を、みたいな。いや、でも、サエちゃんは最後で、スッキリしましたか？したかって聞いてるから。聞かなきゃいけないから、スッキリ。スッキリはしない。スッキリしない度合いでいけば、もう、7ですよ。すいません、今。すいません、アドリブなことして、ちょっとスタッフさんが一瞬動揺したっていうね。うん、うん、そうだね。すっきりしない加減で言うと、うんうん、割と、マックスですけど。いいけど。まあ、イラッとこないね。そうだね。うん。うん、次行きます。超広報さんからいただきました。コロッケとか、目玉焼きに、人に勝手にソースや醤油をかけられる。ふっ !1。監督は？別に。ゼロか7ですね、監督。いや、っていうか、基本的に何かかけたい側なんで。そう、私もかけたいから、ただまあ、自分のかけたいものじゃない時は、ちょっと、うんって思うかもなっていう。うん、
まあ、でもソースとか醤油だったら別に何でも合いますもんね、うん、大体 ね、タバスコとかダメな人とかはいるから、そういうのはもしかしたらっていうのはあるかもしれないけど、辛いのはちょっとダメなんで、まあソースや醤油ぐらいなら、よかれと思ってっていうんだったら、よかれと思ってだったらいいけどね。そうだね。遊び半分でみたいなだったら嫌だよね。はい、下野さん食べてみたいな。シモン君ならやられてもしょうがないけど。しょうがない。はい、しょうがないいただきます。しょうがないです。はい。はい、続いていきます。村長さんからいただきました。銀のエンゼルが4枚までしかない。ん？あー、いや、でも、どういう意味なのかな。これあの、チョコボールの、うん、あの金なら1枚、銀なら5枚ってやつでしょ？銀なら5枚で、4枚しか、しかない。ない。4枚しか手元にない。ない。ふっ2。はい。いや、っていうか、監督、いや、あと1個、あと1個買えばいいじゃん。っていうか、集めればいいじゃん。買ってね。また新たに。うん、5枚になればいいんでしょ？うん、そうなんです。なぜその、まあでも4枚の状態が続いて、ずっとそれを見てると、あと1個あればっていう、うん、こう、フラストレーションみたいなの。いや、そのフラストレーションは大人買いすればいいんだ。お金ですか？お金で解決しろ。箱買い。箱買いですか？確かにね、あのチョコボールは1個ね、ものすごい安いので。多分、1個ぐらいは入ってる。全然できますね。じゃないかな。はい。でもそれ食べ尽くすのが大変だよね。大変。私、前に別の番組で、チョコボールを、自腹で大量に買って、で、それを全部開けるっていうのを1時間やったことがある。やだ、何それ。で、銀のエンゼルと金のエンゼルが一体入ってるかどうかっていうのを試したことがあるんだけど、やっぱり4枚まで、あ、違う、5枚出たのかな、5枚出て、ただその後のチョコボールは、結局食べきれないっていうか、そうだよね。そうそう、だから、その後、2ヶ月ぐらい、チョコボール生活。毎週食べてました。わー。そうだね。あとはもうお裾分けして。うん。ね。まあ、ね、僕らの場合は会社があるわけだから、ね、スタジオのみんなにお裾分けって、ね、名目上言っておけば。決して。でも開けると、あそこだけちぎられてる。そう、ないの。エンゼルの部分だけない。ないのとかね。みんな開封されてる。それもどうかな。へぇ。じゃあ行きますか。じゃあ最後ですね。はい。一ノ瀬さゆきさんからいただきました。自販機の釣り線口の中にガムが捨てられていて、それをもろに触ってしまったとき。ほら。ああ。ほら、これは。これ、2倍にできたりしますかね。来た。あ、できるんだ。いやね。いや、これはね。いや、ありえないでしょ。普通にもうダメだよね。いけない。軽く犯罪ですよ。犯罪ですよ、これは。うん。はい。私、友達に、まさしくその、釣り線口に、ケチャップ入れられてたっていう友達がいたよ。ケチャップは完全に悪意だよね。悪意だよ。もうイラッとして飲みに行ったとか言って。拭いてあげなさい、その時は。ねえ、そうだね。ね。ふって。ふってね。いやー、それはちょっといけないね。恐ろしいね。そうね。皆さん公共のものなので大事にしましょう。そうだよ。はい。というわけで今日は監督を交えて。はい。はい。お送りしました。まだまだスッキリできない方からのメールお待ちしております。イライラは溜め込まないですぐメール。標語みたい。聞いちゃってアイランド愛流神社放送局。続いては癒しのコーナー。アイランド温泉癒されて。ラジオ界一のスペシャルエコーで、まるで一緒にお風呂に入っているかのような気分を味わっていただきつつ、ほんわかと心が温まるメールを紹介するラジオ界一ハートウォーミングなコーナーです。思いのほかさえちゃんが横揺れしていた。右へ左へ、すごいゆったりした気持ちになりました。なりますよね。はい、落ち着いていかないとと思って。すごい良かったですね。良かったか。はい、はい、じゃあここでも監督を交えて。はい、はいはい、監督最近どうですか、癒されてますか。癒されたことは全然。じゃあここで癒されて帰ってください。そう、ぜひ、はい、そうだね、そうしていただける。はい、はい、じゃあ早速ご紹介したいと思います。見えない翼さんからいただきました。お正月に
親戚の家に行ったら猫がいました。その猫を僕が抱っこしても嫌がることなくおとなしくしてくれました。初めて猫を抱っこしたんですが、とても温かくて可愛くて癒されました。うん、初めて抱っこしたんだね。ねえ、初めてか。あのね、今日は猫祭り。え？で、もう一つ猫。猫祭り。なぜに？猫ですよ。猫、猫、ニャーニャー。アフロレイさんからいただきました。猫たちが抱っこの順番待ちをしていて、自分の番の時に後ろ足で立って抱っこを催促された。かわいい。猫でもそんなことあるの？ねえ、てか順番待ちってなんだよみたいな。順番待ってんの？うん。何それ。監督はなんかペット飼ってたり？いや全然、うん、あ、ないですか。動物はお好きですか？うん、やっぱ猫とか好きで、飼いたい願望とかあるけど、さすがに一人なんて難しいかな、うん、友達の家に猫がいるんで、はい、遊びに行ったらいじって帰る。あ、いいですよね、動物。うん、いいよね、仲良くなりたいな、うん、なんかあの初めて会った猫さんとか、うん、あのすごくあの親しくしてくれる猫ちゃんと、うんうん、すごい警戒するのと分かれるじゃん。やっぱ仲良くなった時のなんか充実感、うんうん、あるね、あるよね、あるね。ちょっとこう誇らしい気持ちになるよね。やった、仲良くなったって、懐いてくれたっていう。そうだね、いいな。じゃあもう一枚、あ、はい、あるんですが、うん、なんと何、またも猫。お、猫祭り。スイミーさんからいただきました。最近何に癒されるって、布団乾燥機をかけた直後の布団に入ること。あのぬっくぬくな感じたまりません。この間布団乾燥機をかけた後、布団に入ろうとめくったら、うちの猫がタッタカタッとやってきた時にはダブルの幸せを感じました。猫と布団、この組み合わせ癒されませんか？癒される。タッタカターだよ。いいなぁ。いいなぁ、もうなんかちょっと癒されるの通り越して羨ましくなって、なんかちょっとイライラしてる。本末転倒ですよ。なんだよみたいな。うん、癒されてのコーナーにだけ来る猫さんとかいたらいいのに。あ、そのタッタカターって。かわいいのに。そうだね、いいの。ちなみにその犬か猫でって言ったらどっちが好きですか？うん、いやもう猫。あ、猫なんだ。猫、うん、昔は飼ってたとか？いや全然。そう、うん、あ、今まで別に実家とかでももう全く飼ったことはないけど、なんか猫の方が好きかなっていう、うんうん、あ、それ自分は猫っぽいと思います？あ、どうかな、うん、どっちかっていうと自分は犬かもしれない。こう待てって言われたらずっと待ってるとか、はいはいはい、うん、やれって言われたらやりますっていう、あ、なんかどっちかっていうとそっちの方が性に合ってる気がする。はい、そう見えないけど。そうだね。結構はきはきっと自分でなんか何でもやってたりとか、やっぱこうやっぱ監督っていう職業柄、なんかこう人に、そうだね、指示したりとかね、するから。うん、それは仕事で、仕事の時は、ね、仕事でそれをやれって言われてるから、うん、やるみたいな感じなのかなって、うんうん、私生活はもうちょっとダラッとしてると思う。へー、そうなんだ、うん、なんか意外な部分が垣間見えました。そうだね、うん、まさかこのコーナーでね。はい、以上ですか？以上ですかね、うん、はい、はい、皆さんのハートウォーミング体験ぜひ教えてください。メールお待ちしてます。お伝えしてアイラン島、ここでは流されたアイラン島の最新情報をお伝えしてまいります。はい、まずはですね、うん、DVD 流されたアイラン島その8に収録されております第21話についてちょっとご紹介したいと思います。うん、まあ、せっかくなのでね、うん、監督にもお話を伺いつつ、ね、うんうん、はい、21話は化かされてポンポコ、うん、はい、これはマチがメインのね、うん、お話でしたね、うん、そうですね、はい、
変化妖怪、たぬきまたの幻獣丸の封印を、あのこうね地蔵に封印されてたんだけど、それを飛ばしちゃって、まあそれなんかそのいたずらされちゃうみたいな話でしたが、ポンポコって言ってるね。そう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 。珍しく町がいろんな表情になったりとか、うん、割とアクティブな、うん、足の速い町が久々に見れたりとか、それみたいな。そうそうそう、町も両極端だったよね、うん、寝てるか走るかみたいな。そうそう、最終的にはなんかスーパーサイヤ人みたいにこううわーってなってましたよね。なってたよね。あそこはもう自分が誰だか分からなく見失いそうになった。町かなみたいな。普段ない、ね、町の叫びっていうのがあった回ですよね。確かにね、私がすごい印象に残ってるのは、ポンポコ幻獣丸が、牡蠣かなんかを投げたら、うなぎに変わって、で町の体の中、着物の中にうなぎがニョロニョロって入った瞬間に、町が、なんかニョロってニョロニョロってシャバダバーみたいな感じ、マサルさんで言うとこのシャバダバーみたいな感じになるっていう、あそこの描写と、その後の芋虫みたいな動きがすごい気に入ってますね。監督はなんかここがポイントとか、ここに力を入れたとか、そういうの覚えてらっしゃいます？21話は、だからね、あそこまでやって、最終的にマチが可愛くなきゃいけないなと思ってはいたので、あんまりやりすぎてもっていう差し加減が難しかったかな。確かに終始プリプリと怒っていて、結構表情も変わっちゃうし、だからエピローグがああなった感じ。マチとアヤネで行くと、こう取り合おうとするんですよね。でまたそうだ、でアヤネのことをボンって突き飛ばした。そうだそうだ、あの時の一言はやっててすごく快感だった。そうだったんだ、あんたはダメみたいな一言ポロっていう、でその後ギャーって相変わらず、あとね、で振り出しに戻るみたいな、またね幻獣丸出てきちゃうみたいな。そう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 、なんだアイラントらしいね。そうですね、はい。DVD 流されたアイラントオバスの1からその7までが大好評発売中です。第21話、今お話しした化かされてポンポコで、第22話、見つけたくって青い鳥、第23話、連れて行って寺子屋を収録したその8、2月27日に発売です。初回限定版にはあやねのコスプレフィギュア体操服バージョンとブックレット、貯めちゃって冬眠ポイントがついてきます。 DVD は各巻初回限定版が税込み7350円、通常版が税込み6300円です。その1のみ、初回限定版が税込み5250円、通常版が税込み4200円となっております。そしてそして、この番組の DJ CD、テレビアニメ流されたアイラント、インターネットラジオ、聞いちゃったアイラント、海流神社放送局 DJ CD は、第1巻が現在好評発売中、第2巻は3月発売予定です。各巻とも税込み2940円。そして、流されたアイラントの DVD、CD、キャラクターグッズや、貯めちゃって冬眠ポイントの詳細は、流されたアイラントの公式ホームページでチェックしてください。流されてアイラントの原作コミックが大好評連載中の月刊少年ガンガン3月号は2月12日発売です。そして流されてアイラント外伝が連載中のガンガンパワードナンバー11は2月22日に発売です。原作コミックは第11巻まで発売中ですよ。はい、以上お伝えしてアイラントでした。聞いちゃってアイラント海流神社放送局、本日はそろそろ放送終了のお時間です。はい、はい、突然、監督の飛び入りで、ありがとうございました、お呼び立てしまして、もしよもや入るとは思ってなかったけどここに来ちゃったらもしやとは思ってもいたので、はい、まあ、はい、まあまあ、良、はい、いです。良いです、良いです。だってマイクもね、準備されてない状態でね、本当にわたわたと。まさか呼ばれると思ってなかった。しかも突然。はい、ね、ちゃんと、ね、支度があって入ってやりましょうか、じゃなかったか。打ち合わせとかしてないから。ね、台本すらないから、ね。ないから。流れも監督分かってないと思うし、ね、本当まさに飛び入りで、ね、参加してもらって、ラジオたまに聞いてくださったりとか、いやそれはちゃんと毎週これは聞いてますよ。すごい、それはもちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい。ね、嬉
嬉しいね。じゃあ私たちの普段の、あの、バカトークがただ喋っているだけというあのおしゃべりを、うん、すいません、なんだか、いやいやいや、それを楽しみに、ありがとうございます。ありがとうございます。監督の近況報告とか、近況、いや、最近も自転車乗ってますか？乗ってます、うん、ただ年明けからこう風で寝込んでたので、はい、あ、そうなんですか。しばらく乗れなくて、じゃあもう乗り始めたばっかり、はい、そうなんですね。これからまたシーズンなので、はい、おー、じゃ早く暖かくなるのを待つばかり、また体力作りから始めて、うん、アスリートかすごい個人告知になったね、じゃあなんかせっかくなんでね、うん、本当にアイラン島の続きができるように、うんうん、そうだ ね、 うね、うん、またあのメンバーに会いたいね、はい、ね、うん、そうですよね、はい、できたらいいね、うん、皆さんのね、バックアップの方も、ね、うんうん、ね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではでは、コーナーおさらいしたいと思います。今週の吹き足をアイラント温泉癒されて宛てのメール、そして島民であり宛ての質問は、この聞いちゃったアイラント海流神社放送局の番組ページのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしています。聞いちゃったアイラント海流神社放送局、この時間のお相手は高橋美香子と千葉紗恵子と監督やってました岡本です。また来週も忘れず聞いてアイラント。